では松尾さんお願いします。はい、今日は乙女と戦車で町おこしまでしてしまったユニークなアニメをご紹介します。アマゾンパンターってご存知ですか？はい、知ってます。学園艦っていう船の上にあんだよ。戦車道っていうのがあって、すごい。他のアニメを知らなくてもこれだけは知っているという人が続出なのが戦車道やります。今年3月まで放送されていたテレビアニメガールズ&パンサー、通称ガルパン。関連イベントのチケットは即完売。来年には映画化も決まっている今話題のアニメなんです。パンサーとはドイツ語で戦車という意味。華道や茶道と並び、戦車を使った武道、戦車道が乙女のたしなみとされている世界で、戦車道の全国大会優勝を目指す女子高校生たちの友情と奮闘を描いた青春アニメなんです。時間はありませんが、落ち着いて。はい、撃て。見どころは何といっても戦車戦。霊雪を重んじる戦車道では命に危険が及ぶことはありませんが、本物の戦車をリアルに描いた乙女たちのバトルは迫力満点。そしてリアルなのは戦車だけではないんです。物語の舞台となっている茨城県大洗町の町並みを忠実に再現することで、現実離れした物語に深みとリアリティを与えています。あ、本当だ。そんな大洗町はどこもかしこもガルパンだらけ。駅の中に作品内の出来事を祝う横断幕があるかと思えば、電車はガルパントレインに大変身。戦車を模した美味しい焼きサバ寿司も登場し、町役場ではキャラクターの住民票まで交付してしまうほどの徹底ぶりなんです。そんなガルパンと町の橋渡し役を務めたのがこの方、時は吉彦さん。僕ら復興っていう言葉を使っていかなくちゃいけなかった時にガルパンがポコンと来たんですね。見たら楽しいじゃないですか。だからこれもしかしたら遊べるんじゃないかなと思ったんですよ。震災の風評被害に苦しんでいた大洗は地元の皆さんの取り組みもありファンが殺到。去年11月のアンコー祭では例年の2倍となるおよそ6万人を集め、作品内で戦車に突っ込まれた旅館は宿泊客が 50% もアップ。ガルパンとともに街も活気を取り戻していったんです。みんな大洗を応援しています。地元の商工会ではオリジナル缶バッジを手作りする熱の入れよう。3万個以上ですね。元気をこちらを見せないとならないんですから、何としてもこれは手作りでずっとやっています。こちらのホテルでは人気キャラクターのレイジェイ・マコをスタッフとして採用。採用といっても高校生なのでアルバイトという自分たちが楽しんで、それをお客様がまた見つけてくれて喜んでくれて、そういったこう積み重ねで中でこう自然的にこう生まれてきたあのアイデア。アニメをきっかけに街の人たちが自発的にアイデアを出し合い、楽しみながら取り組むことで素敵な相乗効果が生まれたんです。どんだけの喜びをその人に持ち帰ってもらったかっていうのが僕は商売の原点だと思ってるので、それをたくさんの人にどん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 もっと気づいていってもらいたい。この一撃はみんなの思いを込めた一撃。前進。大洗町の未来も乗せてガルパンは力強く前進します。はい、アニメで町おこしを実際にしているものなんですよね。力があるからね、やっぱりね。はい、1万枚で大ヒットと言われているテレビアニメシリーズなんですけど、ガルパンは4巻まで、各巻がもう5万枚のヒットをしていまして、これからも大洗町で、さまざまなガルパンイベントが計画中だという、ね、うちのホテルにも戦車で突っ込んでほしいと思ってもあるかもしれません。ありますよね。10%上がりましたからね。発見が。さあ続いては神うさぎロペです。アキラ先輩、今もあれを使ってます。